巨大なクマをバックに楽しそうに写真を撮る男性。この後彼の身に一体何が起こると思いますか？遡ること19年前の2003年10月、アメリカアラスカ州南部に位置するカトマイ国立公園が今回の舞台。やった！いい感じのツーショットが撮れたぞ。そう嬉しそうに言ったのは自然愛好家のティモシー・トレッドウェル。彼は毎年同じ時期にこの場所を訪れ、同じ個体のクマの観察を続けていました。ティモシーはこのクマの扱いに慣れており、クマの方も彼によく懐いていたんです。二人には動物と人間の垣根を越えた絆が生まれ、ティモシーがどれだけ近づいても間違いが起こることは一度もありませんでした。ただ13年目となるこの年は少し事情が違っていました。実は彼が今写真を撮っているこのクマはいつもと違う個体だったんです。クマをこよなく愛する自然愛好家ティモシー・トレッド。例年のようにアラスカを訪れていた彼を襲った悲劇とは。自然界の怒りに触れてしまったその理由はあまりにも軽率な偽りの友情だったんです。それいけ、アンパンマン、アンちゃんです。メロンパンナちゃんです。我慢だよ。本日皆様にご紹介するのはアメリカのある自然愛好家を襲った事件です。彼は毎年ねアラスカを訪れて、いろんなね観測とかを行ってたんですけど、13回目となるね観察の時に彼をある悲劇が襲ってしまったんです。怖い怖い怖い。何、保護期間中に起きちゃいけないことが起きちゃったの？そうなんですよ。まあまあ紐解いていくとね、彼もちょっと悪いところはねあったんじゃねえかなという、そういうような一件なんです。この男性を襲った悲劇とは一体何だったのか、早速見ていきたいと思います。上空から見えた惨劇。遡ること19年前の2003年10月6日、舞台はアメリカアラスカ州のカトマイ国立公園。関東平野並みの広さを誇る自然豊かな公園なんです。この日公園の上空を1台のヘリコプターが旋回していました。確かこの辺りだったな。ヘリコプターの操縦士はある男性から迎えに来るように頼まれていたんです。実はカトマイ国立公園はヒグマの保護区として有名な場所。その男性は公園内でキャンプをしながらクマの観察をしていました。この日キャンプ最終日だったため帰りのヘリコプターを手配していました。あの人のテントはあれかな。男性のものと思われるテントを発見した操縦士は着陸態勢に入ります。ゆっくりとテントに近づいていくヘリコプター。すると次の瞬間、操縦士はある異変に気がついたんです。なんだこれは。なんと着陸地点にあったテントはぐしゃぐしゃに潰されていました。テントの傍らには巨大なクマが一頭うろついていました。ちょっとやばいじゃないのよ。これキャンプしてた男はどうなったのよ。明らかにねただごとじゃないですよね。そしてその周辺を歩いていたのは灰色グマというねクマで、非常に巨大で危険なクマです、というわけで本日のメトラキーワード、灰色グマについて。灰色グマは北アメリカに生息するヒグマの仲間、別名グリズリーとも呼ばれています。一時アラスカを除くアメリカ本土では生息数が700頭まで減少したことがあり、2017年までは絶滅危惧種に指定されていました。灰色グマは大型で肉食性が強く、同じクマ科のアメリカ黒クマを捕食することもあるほど獰猛。300キロの巨体でありながら時速50キロで走るとされており、もし追いかけられればひとたまりもありません。これは一大事だ。潰れたテントと徘徊する灰色グマを目にしたヘリコプターの操縦士はすぐさま公園管理者に連絡。懸命の捜索が展開されます。そして男性の安否が心配される中、公園管理者たちは口々にこう言い合っていたんです。いつかこうなると思ってたんだ。何、いつかこうなると思ってたって何よ。公園のね管理者はね、男性の振る舞いにねちょっと危険を感じるようなところもあったという。消息がね分からなくなってしまった彼は一体何者なのか、早速見ていきたいと思います。クマを愛した男。見てごらん、これが灰色グマだよ。怖そうに見えるけど実際はとても人懐っこい動物なんだ。僕は彼らを保護するために活動しているんだよ。子供たちの前で灰色グマについての講演を行うこの男性はティモシー・トレッドウェル、46歳。13年間アラスカでクマの観察を続けている自然愛好家です。講演や著書の出版を通じ灰色グマの保護に奔走する彼はグリズリーマンと呼ばれ、環境保護団体からも一目置かれる存在でした。ティモシーは文字通り灰色グマに人生を捧げてきた男。それほどまでに彼がクマに愛情を注ぐようになったのは、実は彼自身灰色グマに人生を救われた経験があったからでした。1957年、ティモシーはアメリカニューヨーク州で5人兄弟の3番目として生まれました。子供の頃から動物好きで、自宅ではリスを飼っていたこともあります。高校時代には水泳のスター選手として活躍し、スポーツ推薦で大学へ進学。その後も順風満帆に人生を歩んでいくはずでした。ところが最高の気分だぜ。うつろな表情を浮かべ仲間とヘラヘラ笑い合うティモシー。そう、大学へ進学した彼はいつしかスポーツ推薦で入学したことも忘れ、飲み会に明け暮れる日々を送っていました。そんな飲み会の最中、ティモシーの手に握られていたのはドラッグ。
ちょっと、うん、せっかく水泳のおかげで大学入れたのにもったいなさすぎるでしょ、これは。水泳でこう、わーって頑張ってたのに、うん、なんかあったでしょうね、ストレスとかね、わかんないですけど。でもね、ドラッグに出会ってしまったんです、彼は。皆さんも気をつけてください。そして、彼はドラッグに出会ってしまってから、人生がどん底に落ちていってしまったんです。皆さんも本当に気をつけて、マジで何回でも言う。ダメ、絶対。自堕落な生活を送るうちに、奨学金も底をつき、大学を中退したティモシー。そこから俳優を目指すと言い出すも、うまくいくはずもなく、ただただドラッグに溺れる日々が続いていきました。こうして30代を迎える頃には、ティモシーは身も心もボロボロの状態になっていたんです。そんなある日のこと。よう、ティモシー、具合はどうだ？薬物中毒で入院していたティモシーの様子を見に来たのは親友のテリー。この時ティモシーはもうすぐ退院できる状態にあったんですが、なぜか浮かない表情をしていました。おう、テリー、だいぶ良くなったよ。でも今家に帰ってもまた同じことを繰り返しちまう気がしてさ。ティモシーは今の治療が終わっても自分は結局ドラッグ漬けの生活を抜け出せないだろうと、そこはかとない不安を抱えていたんです。するとその話を聞いたテリーはこんなことを言い出しました。なあティモシー、お前小さい頃から動物が好きだったよな。アラスカに行ってみる気はないか。自然に触れて気分転換してこいよ。もしかしてこれがきっかけなの？まあテリーはね、気分転換ぐらいの気持ちでね、気持ちに進めてたんですけど、これが結局彼の人生をなんです。治療を終え退院したティモシーはテリーに勧められるままにアラスカカトマイ国立公園に向かいました。ただ意気揚々とキャンプを始めて彼はすぐに後悔することになるんです。最悪だ、早く帰りたい。キャンプに慣れていなかったティモシーはテントに入ってくる虫の多さに苦しめられていました。さらに食料の準備も十分ではなく、空腹に耐える日が続いていたんです。やっぱり慣れないことはするもんじゃないな。そうつぶやきながら森を散策していたティモシー。すると次の瞬間、彼の目に衝撃の光景が飛び込んできたんです。そう、そこにいたのは野生の灰色グマ。ティモシーの存在に気がつくと、クマはすぐさまその場から逃げ出していきます。すごい。ティモシーはその雄大な後ろ姿にただただ釘付けになっていました。慣れないキャンプ生活を乗り越えて出会えたからこそ感動を覚えたのか、それとも本当に運命の出会いだったのか。この日からティモシーは灰色グマの魅力にのめり込んでいくんです。彼は後に初めて灰色グマに出会ったこの時の経験を次のように語っています。自分の人生をかけた仕事を見つけた。そして自分の運命がクマたちと絡み合った瞬間を知った。ここから彼は映像ドキュメントや著書、講演会などを通じ灰色グマの保護を呼びかける活動に尽力していきました。もうドラッグ漬けの日々に逆戻りすることもなくなったんです。めちゃくちゃ良かったじゃないですか。灰色グマとの出会いがティモシーを薬物依存から救ったわけでしょ、うん。まあ、ここからね、灰色グマとの出会いでこう彼のね、クマの保護活動というのが始まり、うん、なんか目標とか夢とかそういうのが決まってきて、こう人生が前進するかのように思えたんですけど、実情は、実際は違ったんです。本当の顔。1991年から毎年カトマイ国立公園を訪問するようになったティモシー。よし、撮るぞ。そう言うと彼はクマとわずか数メートルの距離でカメラを構えるんですが、間違っても襲われるようなことはありません。それどころかティモシーはクマとスキンシップを撮ることすらありました。彼は例年同じ個体のクマを観察しており、クマの方もティモシーによく慣れていたんです。よく撮れてるな。こんなにクマと仲良しなのは俺ぐらいだ。クマと一緒に撮った写真をうっとりと眺めるティモシー。その様子はクマを愛しているというより、まるでクマの扱いに長けた自分に酔っているかのようでした。ダセーな。そう、彼の本当の姿は自然愛好家のふりをしたナルシストだったんです。動物との撮影をするときはいかに自分がかっこよく映るかを意識しており、邪魔が入った際には暴言を吐くこともあったといいます。クマの保護を主張しているのは気高い目標を掲げる崇高な自分を世間にアピールするため。クマについての講演会を開いたり著書を出したりしていたのは単にアラスカへの旅の資金を調達するためだったと考えられるんです。うわってなんか思っちゃうわねこれ。まあまあまあ、でも別になんか悪いことしてるわけじゃないしね、うん、いいんじゃない、ね。でもですね、実はそうとも言い切れないんです。灰色グマの保護という目標を掲げたことや、珍しい動物と触れ合う映像を多く発信したことでメディアにも取り上げられるようになったティモシー。環境保護団体も彼の活動は素晴らしいと称賛していました。こうしてティモシーは一躍人気者に。しかし彼をよく知るカトマイ国立公園の管理者たちの意見は世間一般とはまた違っていました。おい、あの男はまだあんなところでキャンプしてるのか。約束日はとっくに過ぎてるだろう。何度注意しても聞く耳を持たないんだ。観察の邪魔だとか言って観光客とも喧嘩するし、本当に困るよ。そう、ティモシーは公園のルールを守らず自分勝手な行動ばかりをするので管理者から迷惑がられていました。公園が指定した制限を超えて同じエリアに滞在する他にも、無免許で観光客をガイドしたり、クマに狙われるために禁止されているにもかかわらず食べ物が入ったクーラーボックスをテント内に持ち込んだり、このようにティモシーはいつ間違いが起こってもおかしくないような危険行為を繰り返していたんです。いやいやいや、なん
自然保護するための公園のルールとかも守れない人にさ、動物保護しましょうとか言われても何の説得力もないわよ。これなんかもう公園の管理者が言ってたこうなると思ってたっていうのもすごい納得いくわよ。これそうなんですよね、ちっちゃいことも守れねえやつがさ、何もでけえこともさできるわけよね。本当にそうだね。皆さんもね、周りとのちっちゃい約束、ちっちゃいこと積み重ね、こう信頼がね積み重なってくんですよね。本当に頑張ろう日本。動物のね保護をね主張してるのもやっぱりなんかこう自分の写真撮るためとか、なんかちょっとナリシスト味とか、なんかそれによって周りから褒められるとか、なんかその全てがあいつの自分自身のために見えてしまう、俺は。そしてね、この公園の規律を乱す彼の行動はこの後の彼の悲劇に繋がっていくんです。6分間の惨劇。2003年10月、ティモシーは13回目となるカトマイ国立公園への訪問を行います。今回は恋人のエイミー・ヒューグナードを連れての滞在でした。この辺りにテントを張ろう。ティモシーは頻繁にクマが現れる川のそばでキャンプをすることにしました。しかしエイミーはあまり乗り気ではありませんでした。怖いわ、クマがいる場所でキャンプなんて。不安げな顔でそう話すエイミーに、ティモシーは自信満々でこう言います。大丈夫、俺はクマのことなら何でも知ってるから。この後彼はすぐにその言葉が慢心だったと思い知ることになるんです。2003年10月5日、ティモシーとエイミーのテントのそばには灰色グマが鮭を捕まえにやってきていた。ティモシーはその様子を夢中になってカメラに収めている。そんな彼を後ろから見ていた恋人のエイミーが不安そうにこう言った。ねえ、そろそろ行きましょうよ、あんまり長くクマの近くにいたくないわ。もうちょっと待ってくれ、別のアングルからも撮りたいんだよ。呆れた様子のエイミーを気にも留めず何度となくテイクを重ね、ベストショットを狙うティモシー。いいぞいいぞ。興奮気味のティモシーはクマの方へどんどん近づいていく。ちょっと危ないわよ。エイミーが叫んだその時、二人の存在にクマが気がついた。心配いらないよ、俺たちは仲良しなんだ。余裕の表情でそう言い放つティモシーだったが、いやーティモシー、やっぱり襲われちゃったの。そうなんです。いつもならねこんなことはね起こらないんですけど、今回はですねいろいろ条件が違っていたんです。ティモシーは例年夏の時期にアラスカへ訪れていました。しかし今回は10月の訪問、カトマイ国立公園の様子も夏とは大きく変わります。そう、ティモシーが撮影していたクマは彼に懐いている個体ではなかったんです。しかもこのクマは冬眠に備えて餌を探し回っており、かなり攻撃的になっていました。そしてティモシーは万一クマに襲われた場合の備えを一切していなかったんです。通常公園の滞在者には電気柵の設置やクマよけスプレーの所持が義務付けられているんですが、彼はこのルールも全て無視していたんです。ティモシーはその理由をクマが苦しむのを見たくないと話していたんですが、結局はそれも自分がクマに襲われるはずがないという慢心だったんです。このように様々な原因が重なり、今回の悲劇が起こってしまったんです。こうして迎えた2003年10月6日、ティモシーとエイミーを迎えにやってきたヘリコプター操縦士の通報により、行方不明となった2人の捜索が行われることに。その結果、発見されたティモシーとエイミーはバラバラの遺体となっていました。2人はもはや原型をとどめないほどに食いちぎられ、土の中に埋められていたんです。捜索の際には2人を襲った灰色グマが射殺され、その体内からも遺体の一部が発見されました。なんかルールを守らなかったティモシーが悪いのは当然なんだけど、ちょっとやっぱ後味が悪いわねこれ。特にね、恋人のエイミーがかわいそうですよね。現場で見つかったビデオカメラには、2人が死ぬ間際の叫び声がしっかりと記録されていたといいます。6分間にも及ぶその音声は、2005年に公開されたドキュメンタリー映画グリズリーマンにも収録される予定でした。しかし結局採用には至らず、映画の監督は遺品のビデオを見せられた際に静かにこう言ったといいます。これは絶対に聞いてはいけない、もうすぐに消した方がいい。ティモシーが長い年月をかけて育んだクマとの絆は、結局承認欲求を満たすための道具だったのでしょうか。彼の身に起きた悲劇は、人が踏み越えてはならない一線があるという自然界の警告だったのかもしれません。